はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安須でございます。白血病闘病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病患になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、白血病の治療でね、抗がん剤を使うんですけども、口の中の粘膜障害ね、苦しむことがあります。口の中の粘膜障害というのはですね、口内炎の激しいバージョンでですね、口の中がね、ただれるんです。ほっぺたの内側とかね、本当に歯茎の下のとことかね、もうただれたりしてきてね、血もすっごい痛いですよ。なので、そういうね、内側の組織がただれてしまって荒れてくるんで、唾液が出る唾液腺ってあるんですけども、そのね、ちっちゃい穴があるんですけども、その穴が潰れてですね、唾液が出ません。だからめっちゃ乾きます、口の中が。そうなってしまうとですね、それぐらいになってしまうとめっちゃ痛くて、ほんのり食べれないんです。ひどいと喉のこの奥もね、荒れてね、喉越しなんか最悪です。そして舌も痛くなって、ベロね、舌も痛くなってですね、味もね、感じなくなって、味覚障害になります。味覚障害ね、味を感じなくなってしまうんですよ、本当に。個人差はありますけども、僕も今でもその味覚障害とか、その粘膜障害はね、少し続いております。今となって味覚はね、マシですけど、もうマシになってきたんですけども、未だにまだ少ししか唾液がね、出ません。その組織がね、内側のほっぺたの内側とかっていうのがまだただれたりしてるんで、それが原因なんですけども、そんな状態なので、食事をね、美味しく食べようと努力をするとですね、どうしても水分の多めの味の濃いものをね、求めてしまうんです。それがこの初めての抗がん剤をするようになってから、そういう症状が出てきてからですね、味の濃さをね、求め続けるように、ね、なってしまいました。現在では少しずつですけども、味の感覚をね、取り戻してつつあるんで、してつつってないよね、取り戻しつつあるんで、そこまで濃いものは控えてるんですけども、先日の通院でね、こんなものをもらいましたね。これよいしょ、全然見えない。出しましょう、切り出されるから。よいしょ、見えない、全然見えない。ちょっと待って。はい、しっかりコントロール、高血圧、糖尿病と言われたらですね、もらってしまいました、こういうの。よし、はい、もらってしまいましたね、こういうのをね。糖尿病とは言われてませんけども、糖尿病予備軍かもしれません。先生からね、食べ過ぎと言われてますけども、決して食べ過ぎではないです。むしろ減ってきてます、減らしてますし、減ってるのにこんなことになる原因としましてはですね、味の濃さやと言われました。味の濃さね、濃ゆさ、濃さですわ。ということでね、減塩しなさいともね、言われましたね。減塩ですわ、思われましたよ。見えへんから、ちょっとですね、逆、減塩療法ね、はい、もらいました、もうそうなんですよ、甘いものはね、食べてませんし、コーヒーも無糖になりました。そしたらね、あとは塩分濃度しかないようです。病院食のようなね、味付けとかね、その調理法っていう方法は難しいんですよ、やっぱり。やり方知らんだけなんですけども、でもこれも免疫抑制剤が減っていくと、時期に解消されていくはずなので、それを信じます。こういうのをね、読んでね、気をつけていきたいと思います。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。
バイバイ。僕は元気です。